スチンソンモデル王のレプリカスチンソンモデル王は1930年代にアメリカ合衆国で製作された軍用機である。ホンジュラス空軍に向けに設計され、トータルで9機が製作され、ホンジュラス空軍などで運用された。1931年12月にニュージーランド人のローエルエレックスはホンジュラス内戦においてティブルシオカリアス・アンディーノのために 自らのスチンソン・デトロイターで偵察飛行を行った。その後とさの創立者となるが、ホンジュラス空軍の前身である国立航空学校のために練習機及び反乱鎮圧用の機体の調達を依頼された。イレックスはスチンソン・エアクラフトと協議し、GB モデル Z 強速機の設計者のロバート・ホールがホンジュラスの要求に合う飛行機の設計を行うことになった。 ホールの設計した機体は、パラソル翼の単葉機で、主翼と尾翼は、スチンソン SR リライアントのものを流用し、新設計の二人の乗員が、開放式コックピットが縦に並んだ胴体が、組み合わされた。スチンソンにとっては、開放式コックピットを持つ機体の製作は初めてで、あった。220HP のライカミング R-680 を装備し、 低億単価の燃料でも運用できた。固定式の前方機銃を装備でき、観測士の席にも機銃が装備でき、胴体のもとに爆弾化が装備できた。設計政策は順調に進み、最初の試作機は1933年5月に初飛行した。ホンジュラスは3機を購入し、1933年12月に引き渡され、国立航空学校で運用された。 太平洋戦争が始まった時点でもモデル王は警戒機として使われており海岸の警戒を行い1機は任務中に失われたが残りの2機は終戦まで使用された合計で9機が製作され3機が中国に販売されアルゼンチンとブラジルに1機が売却されたスペイン内乱で共和国軍は100機のモデル王を購入するために フランクリン D ・ルーズベルト大統領の義理の兄弟のホール・ルーズベルトを代理人として交渉を行ったがアメリカの武器金融政策で取引は禁止された。試作機は民間機としてアメリカで運用され1946年まで使用された。エバーグリーン・アビエーション・サービスがスチンソン・リライアントの主翼を用いて作ったレプリカが2010年3月に初飛行した。 ありがとうございます。